東急百貨店町田東急ツインズ町田東急ツインズは東京都町田市原町田6丁目にある株式会社東急百貨店が運営する専門店ビルで全国百貨店共通商品券も使用できる東急ポイント加盟店町田東急ツインズイースト、町田東急ツインズウエスト県町田大通りから見た両施設を結ぶ クリスタルブリッジ1972年から町田市が計画を進めていた原町田地区市街地再開発事業地内に建設された再開発ビル A 棟、C 棟の各テナントで計画当時は伊勢丹、西武百貨店、東急百貨店、地元の吉川百貨店等がテナントの候補として挙げられていたが当時検討されていた東急田園都市線の町田駅乗り入れ構想を重視した結果 1975年に東急百貨店の出店が決定し、1980年10月に東急百貨店町田店本館と町田東急スポーツ館の2館として開業したのが始まりである。その後、町田東急スポーツ館は1990年代前半に営業不振により閉鎖されて一旦建物を取り壊し、隣接の旧日本電信電話株式会社の 敷地と合わせて1992年に新たな専門店ビルとして建て替えられた。東急百貨店時代末期は、百貨店ビルと専門店ビル、東急町田 &U の2巻で構成されていたが、東急電鉄が2006年2月に策定した、東急グループリテール事業リファインプランに基づき、百貨店ビルについては、専門店ビルに業態変更した。9、東急百貨店町田店。 ありがとうございます。